今旬を迎えている青島温州みかんとポンカンの品評会が今日静岡市で開かれました。栽培技術と品質の向上を目指す品評会には、静岡市内で生産された青島温州みかんやポンカンなど合わせて33点が並びました。市内の生産者や市場関係者などの審査員およそ10人が果実の形やツヤ、味などを厳しくチェックしました。今年は秋の降水量が少ないなど天候にも恵まれ、例年よりも糖度が高いということです。静岡のみかん、特に中部のみかんは甘さだけじゃなくて酸とのバランスの良さを売りにしてますんで、その辺を味わっていただければいいかなと思ってます。ポンカンはだいたい今月いっぱい、青島温州みかんは来月中旬まで県内のスーパーなどで販売されるということです。